皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくり陽夢だにょん。サバロックチャンネルへようこそ。今回は現役ドライバーシリーズ第8弾、エルフィン・エヴァンスです。リクエストありがとうございます。コースはトルコのダッチャリバース 100% グラベル。マシンはヤリス WRC です。それじゃあゆっくりしていってね。まずは練習風景からご覧ください。いきなりですがご報告です。うつ主がなんと結膜下出血になりました。何それ。結膜下の小さい血管が破れて出血したもの。多少目がゴロゴロするが痛みなどはない。結膜下の出血では眼球内部に血液が入ることはなく視力の低下の心配もないって書いてあるわね。あとは白目部分がべったりと赤く染まるぐらいかしら。なるほど。集中してみるとチクチク痛むみたいだがな。お医者様には 1-2 週間ほど酷使しないよう言われておりますので、次週の水曜日は登校をお休みさせていただきます。なんで出血したの？原因は分かっておりません。痛いとは思っていたようだが気がついたら目が真っ赤で、なんじゃこりゃーってなったみたいよ。ただネットで原因を調べたところ、くしゃみ、咳、下咽腫、水中メガネの締めすぎなどが記載されてたわ。十分すぎる内容だな。ここまで当てはまるとね。納得だにょん。あ、練習が終わったようです。皆様、水中メガネの締めすぎにご注意をと視聴者様に注意喚起するうぷ主が今スタートです。ちょっと待て、これからシーズンだからそれも間違いじゃないんだが。なんかモヤモヤするにょん。原因が明確なだけにしっかりと注意喚起した方がいいんじゃないのか。ゲーム、イタリア戦、富士耐久。メガー。酒だろ。以前から見てくださってる視聴者様の脳内 BGM はきっとあれね。間違いないにょん。まあ、人の振り見て我が振り直せってことで、そろそろ語らせてもらうぞ。お願いします。エルフィン・エヴァンスはウェールズ出身、1988年生まれの現在33歳。1996年の英国ラリーチャンピオン、グウィンダフ・エヴァンスを父に持ち、さらに、実家がフォード系の自動車ディーラーを営んでいるという環境で育ったエヴァンスは、物心ついた頃から自動車に興味があったそうだ。お父さんはハリロ・バンペラの時に出てきたわね。子供の頃から家の裏にある林で、車の運転の手ほどきを受け、13歳の時には実家の近くで開催された、バンガーレーシングに参戦。幼少の頃から運転する環境が整っていたなんてすごいにょん。そして17歳で運転免許を取得したエヴァンスは、本格的にプロを目指し、2006年に自分で組み上げた、日産マイクラに乗り、若手ドライバーが低コストで始められる F1000 ラリー選手権でラリーデビュー。自分でラリーカーを用意。運転だけじゃなくてメカニックとしても凄そう。この F1000 ラリー選手権で2位を獲得したエヴァンスは、翌年の2007年に、フォードフィエスタスポーティングトロフィーへステップアップし、シリーズ総合3位を獲得。着実にステップアップしている。その後も英国のジュニアクラスで活躍を続け、2012年からは WRC アカデミーにステップアップ。参戦初年度で6戦中4勝を挙げてチャンピオン。初年度でチャンピオン。勝率もすごい。WRC アカデミーでチャンピオンとなったエヴァンスは、M スポーツから報酬として、翌シーズンの WRC に年間5戦出場できるという、大きなチャンスをつかんだぞ。さらなる活躍の予感。2012年の末までは実家の自動車ディーラーで働きながらレースをしていたが、2013年からは家を出て、M スポーツのファクトリーがあるカンブリアへと引っ越し、M スポーツのワークショップでメカニックとして働くこととなったんだ。大きな転機となったんだね。当初5戦のエントリー予定だったが、M スポーツに頑張りが認められ、結果的には8戦にエントリーとなり、最終戦のラリー GB では、WRC2 クラスでの初優勝を飾るなどの活躍で、8戦中4戦で10位以内でフィニッシュ。さらに第7戦サルディニアでは、ナッサー・アルアティアの代役として、急遽 WR カーデビューを果たし、初対面の子ドライバーと組みながらも、6位入賞して上位クラスでも戦える実力を示したんだ。チャンスを確実にものにしていっている。順調すぎる。このシーズンの活躍から、2013年シーズン末に M スポーツと2年契約を結ぶことができ、2014年からはついにトップカテゴリーで WRC にフル参戦。メキシコとドイツランドで4位、サルディニアとラリー GB で5位など、全13戦中9戦で入賞完走を果たし、年間8位となったんだ。表彰台まであと一歩だね。翌年2015年はアルゼンチンで3位となり初の表彰台を獲得、フランスでも2位となり年間7位となったが、
後半は不調に陥ってしまい、2016年は WRC2 に降格となってしまったんだ。前年よりランキングは良かったのに。残念。しかし、エヴァンスはこの年を学習と向上の機会と考え、WRC2 で7戦に出場し、3勝を挙げて年間3位となり、並行して英国ラリー選手権にも参戦し、5勝を挙げてチャンピオンを獲得。父親のグインダフが英国チャンピオンとなってからちょうど20年経った年に、親子2代での英国チャンピオンを達成したんだ。親子で国内チャンピオン。降格となった悔しさをバネに、しっかり結果を残したエヴァンスは、M スポーツに認められ、2017年は再びトップカテゴリーに復帰。第5戦アルゼンチンではヌービルと熱いトップ争いを見せ、エヴァンスは7つの SS でトップタイムをマーク。初日から最終 SS の手前、SS17 までトップを走っていたが、最終 SS の端の欄干にマシンを接触させてしまい、わずか 0.7 秒差でヌービルに逆転されて、惜しくも2位となり、初優勝を逃してしまったんだ。ちなみに 0.7 秒差は WRC 史上3番目の僅差となっているぞ。端にぶつからなければ優勝してたと思うと悔しいよね。ゴール。その後も優勝完走を続け、第9戦フィンランドでは、堅実な走りで初日の8位スタートから少しずつ順位を上げていき、再び2位となり表彰台を獲得。そして第12戦ラリー GB では、SS2 でトップに立ってからは快走、最後までリードを守りきり、2位のヌービルに37秒差をつけて、母国で念願の初優勝を飾ったんだ。初優勝来た。アルゼンチンでの雪辱を果たすことができたんだね。この年は年間5位となり、チームメイトのオジェとタナックと共に、M スポーツのマニュファクチャラーズタイトル獲得に貢献。プライベーターだった M スポーツが、ワースツに復帰するきっかけとなったタイトルだったわよね。セバスチャンオジェの回もチェックしてね。翌年の2018年はタナックがトヨタに移籍したことにより、セカンドドライバーに昇格となったが、チームオーダーでエースドライバーのオジェのサポートに回ることが多く、ポルトガルで2位、カタルーニャで3位となるも年間7位。2019年はオジェがトヨタに移籍したことで、ついにエースドライバーとなり、第3戦メキシコと第4戦フランスで、2戦連続3位を獲得。さすがエースだね。その後も順調に上位入賞を続け、7月に行われた WRC プロモーションイベントの、ラリーエストニアでも、シェイクダウンと SS9 でトップタイムをマークして4位となったが、終了後にジャンプで着地した際に強い衝撃を受け、腰椎を負傷しドクターストップがかかってしまったことを発表。この時点でランキング4位につけていたがその後3戦を欠場。怪我なら仕方がないにょん。治療に専念したエヴァンスは、母国戦のラリー GB で復帰を果たし、SS1 は22位からのスタートだったが、7つの SS でトップタイムをマーク。最終日には5位まで順位を上げ、復帰をアピールすることができたんだ。次のカタルーニャでは6位、最終戦オーストラリアは火災で中止となり年間ランキングは5位でフィニッシュ。3戦欠場ながらも5位はすごいわ。翌年の2020年はトヨタに移籍し、再びオジェとチームメイトとなり、第2戦スウェーデンでは初日からトップを独走し、移籍後初勝利を飾り、第5戦トルコでも過酷なサバイバルレースを走り抜きに勝目を挙げ、最終戦までの前線でポイントを獲得し、オジェ24ポイント差をつけてランキングトップ。オジェと14ポイント差。迎えた最終戦はオジェとチャンピオン争いを繰り広げたが、SS11 で積雪した路面に足を取られてしまいコースアウトしでリタイア。これが大きく響いてしまい、オジェ2ポイント逆転され年間2位でフィニッシュ。これは惜しかったわ。2021年もトヨタから参戦し、オジェが序盤からトップを独走する状態だったが、第4戦ポルトガルと第10戦フィンランドで優勝、モンテカルロやクロアチアなどで5度の2位獲得で、唯一の逆転チャンピオンの可能性を残し挑んだ最終戦モンツァ。SS13 までにオジェとエヴァンスでトップが5回入れ替わるという、前年に続きオジェと激しい優勝争いを繰り広げたが、SS15 でブレーキングミスでコース脇のバリアにヒットしてしまい、2度のエンジンストールに見舞われ、大きくタイムロスしたことで勝負は決まってしまい、前年に続きオジェがチャンピオン、エヴァンスが2位となったんだ。オジェの連覇の裏側で2年連続でドラマが起きてたんだね。ウプ主は2020年のエヴァンスの走りが色濃く印象に残ってるようだな。それで WRC9 ってことか。なるほど。現役ドライバーシリーズ第8弾、エルフィン・エヴァンス、いかがだったでしょうか。ラリー1時代に入った2022年もトヨタから参戦。トップを走るチームメイトのロバン・ペラに対し、不調が続いているが、第4戦ポルトガルでは2位。全13戦中、現在5戦を終えた時点でランキング6位。まだ前半戦だからね。まだまだわからないにょん。
コリン・マクレイ、リチャード・バーンズに続く、英国人チャンピオンとなるかもしれない期待の現役ドライバーだな。それでは今回はこの辺で、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。